クロージングっていうのはどういうことかっていうと、コミュニケーションの中のね、神髄、心臓でもいい、コミュニケーションので何のために存在するかって、クロージングのために存在するんですよ。例えば学校の先生がね、生徒に勉強を教える、そんなのは教材でもいいじゃないですか。じゃあなぜ先生が存在する？それは生徒にクロージングするために存在する。何のクロージング？一生懸命勉強するって、将来すげえいいことが起きそうだ、すごい面白くなりそうだ、脳が鍛えられてシナプスつながって脳にシワ入ってすごいレベルの高い脳になりそうだ、うわ勉強するってすげえっていうことをクロージングするために先生が存在するわけで、説明だったらいらないですよ。だから教科書が参考書に書いてある。営業マンだってそうですよ。商品説明、そんなインターネット見れば分かるし、カタログ読めば分かる。じゃあ何のために営業マンが存在するの？それはクロージングのために存在する。ということはコミュニケーションってクロージングのためにあるんですよ。ところがそれ分かってない、これまた鋳型に流し込まれた呪縛で分かってない。コミュニケーションはコミュニケーション、セールスはセールス、プレゼンはプレゼン、クロージングはクロージングって分けてる。一つこれ全部が桑原ですよ。この指も腕も、このほのかに短い腕、ムチムチの手、これ全部が桑原ですよ。そうでしょ？だからこれがクロージングであり、これがコミュニケーションなの。本気にさせることですよ、クロージングね。じゃあなぜクロージングができる人とできない人がいるかって、そんなこと聞きたいでしょ。それはね、簡単に教えましょう。ガッツと根性でギターが弾けますか？ガッツと根性でギター弾けない。ということはどういうこと？最初に習わなきゃいけないの。習うのは先生かね、友達か、ギター本か分かりませんけども、最初にコードっていうのを習わなきゃいけないの。ドミソドって押すと C ということで、ジャーンっていう、あのビューティフルサンデーなんかのジャン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 、あれが C コードっていうんですけどもね、ドミソドって押さえるってことを習わなきゃいけない。分かります？自力であんなの開発できないですよ。じゃ あ C ね、次 G とか A マイナーとか F、これ習うからギターが弾ける。で、習ったらあと組み合わせだけで何曲も弾けるようになる。ここにポイントがあるんですよ。まず他力なの。他力ってのは分かりますか？自力でコードなんか開発できない。まず他力を先生でも教材でも教本でもいいから教わる。その後の死ぬほどの自力。この順番がみんな間違ってる。ということはクロージングってのはどういうことか。習えばいいんですよ。コードがあるんですよ。心理学に基づくクロージングコードっていうのがあるんですよ。ギターみたいにドミソドじゃないですよ、人が相手だから。でもあるんです。私はそれを開発できたの。だから自分が売れた。で、部下にその自分の気づきを伝えた、部下も売れるようになった。そのぐらいから営業は感性、センス、ガッツ、根性だけじゃない、テクノロジー、メソッドがある。そう思って今のうちの仕事の原型が当時のね、マネージャー時代に作っていったんですよ。習えばいい。ところが小学校中学校高校でクロージングという授業ない、プレゼンすらない、コミュニケーションすらない。習ったらいいですよ。習ったらあとはあなたのオリジナリティですよ。 C だけずっと弾いたって曲にならないから。次どういう展開にしようかな、明るくなりたいんだったら C の次は G だな、 G の次は E だな。でもしっとりとね、夜景でも見ながらムードのある雰囲気したかったら、最初 E マイナーから入って A マイナーに入って D メジャー7なんかに入るとね、おーっていう。あとはコードを習ったら、あとはタイミング、場所、その見込み客のタイプ、どういう商品を売るかによってコードを変えればいいだけ。そのコードを習いましょうっていうね、その点を知るのが私の仕事なんです。あのプログラムですか。自分が欲しかったです。おめでたいでしょ。自分のプログラムが自分が欲しかった。特にね、22、3の自分に見せてあげたい、使わせてあげたいですね、本当に。いやー、
尺度っていうのがやっぱり大事になってくるんですよね。尺度、例えば頑張るっていう言葉、これワープロで打ったら頑張るですよ、喋ったら頑張るですよ。でも尺度によって全然違うでしょ、ね、甲子園を本気で目指している子たちのね、今日の練習きつかったと、草野球で月1回集まる、ね、町内会のおじさんたちの今日の練習きつかった、ワープロで打ったら一緒、でも尺度が全然違うでしょ。この、ね、尺度っていうのが大事で、そのあのプログラムのいいところはね、あ、ここまでやっていいんだと、ここまで行っていいんだと、そんな風に考えていいんだって尺度をどんどん上げてくれる。だから22歳の僕に使わせてあげたい。自分はやっぱりその尺度を探すのに苦労しました。特に営業で頑張って、若い時にトップ取るとやっぱり有頂天にもなりますよ、なりましたしね、すごい嫌なやつにもなりましたし、そこから尺度を見つけるまでのタイムラグにものすごくロスしてますね。で、業界にもライバルがいなくなった、苦肉の策で司馬太郎の龍馬が行くですよ、坂本龍馬をライバルにする、龍馬の尺度で考えたらどう生きるかな、その尺度が欲しかった。あのプログラムって世の中のビジネスマンとか、あと母親、父親、先生のね、人と付き合うっていうものの尺度に違いを作ってくれる。まあ、もちろんまだいいところはいっぱいあるんですけれども、一番の僕はあのプログラムを使うメリットは、もうその尺度に違いを作るっていうこと、あと連動しますけれどもね、創造性とか想像力に完全にアタックして開いてくれる、コンコンによってあーって起きるようなね、ところがね、今ね、みんなコンコンしないんですよ。なぜかって言ったら嫌われたくないとか、せっかく寝てたのに起こされたとか、クレーム受けたくないからね、人の心にノックしない。私はそのリスクを負う腹があるんで、平気で人の心の中にノックしていく、踏み込んでいく。でその経験もないんでね、やっぱり皆さんびっくりされますし、もうあの感想すごいですよ、あの Facebook とか、あの数で のメッセージ、それが嬉しい。限界が突破した、天井が破れた、許可が出せた、そういった意味では、まあ、オンデマンドですから、電車の中でもどこでも反復して見れますしね。あとお母さんが見たらね、あのちっちゃい息子なんです。だいたい小学校ね、 2,3 年生くらいから桑原の話結構みんな聞いてくれますよ。僕ちびっ子からも人気なんですけども、面白い、このおじちゃんの話面白いとかね、そういう子たちに割と早めにね、の押し付けじゃなくて、あのママ見るから見るみたいなね、そんな感じで見てもらったら嬉しいのと、あとはやっぱり教育者、先生と呼ばれる人見てほしいですね。さっきもちょっと出ましたけど、行動進行が学べるんで、ビジネス、コミュニケーション、クロージング、プレゼンの行動進行が学べる。それも分かりやすく、ゲラゲラ笑いながら、こんなキャラがやってますから。であとやっぱり例え話っていうもののセンスを人生に取り入れてほしい。プログラムの中でも言ってますけども、人を動かすってね、その人の中の脳内スクリーンに映像を映さなきゃいけない。文字や言葉では人動かないんです。スクリーンに映し出された映像、これで人は動くんですよ。ということは、映像を映すにはね、例え話っていうものがすごい大事。このセンスをいっぱい養ってもらいたいですね。